こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは大好きなブリカマが半額で売ってたのでブリカマの塩焼きです。サムネイルはブリカマの塩焼きで、キャベツともやしの、ラード炒め、キャベツともやしのラード炒めです。で、白ご飯ですね。これだけで満足できたら体重が減るんでしょうが、おそらく満足できないですので、ね、卵焼きを2個か4個食べると思います。さて、肝心の体重が何キロになっているかですね。腸がやっぱり張ってる、炎症を起こしていると思いますので、その分の体重が増えていると思います。そうでなければあの量でね、体重が増えるわけないですからね。はい、案の定 57.6キロです。体重 57.6キロ、体脂肪率 12.0、 体重 57.6、 体脂肪率 12.0、 基礎代謝 1367、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 48.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 と。もう一度、体重 57.6、体脂肪率 12.0、 基礎代謝 1367、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 48.1、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、サムネイルのブリカマ塩焼き、サムネイルのブリカマ塩焼き、キャベツともやしのラード炒め、キャベツともやしのラード炒め、白ご飯、これに多分おそらくですが卵焼きを4個か6個食べます。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。